3席目でございます。今の私の状態を一言で言い表しますと、疲労困憊。今何を欲しているのかというと、何が欲しいのかというと睡眠でございます。これから一席申し上げる途中、私が居眠りをした場合はそういう状況を鑑みて一つ心の底よりお許しを願っておきますが、飯岡の助五郎に笹川の重蔵、まあ俗に申します両友並び立たずで、小競り合いを続けておりましたけれども、堪忍袋の緒が切れました。助五郎が天保の15年8月の6日、笹川菓子から小式菓子の間、かのつの上がり場というところから笹川方に殴り込みをかけた。で、これを収めましたのが関東取締役の桑山清介 で、これどういう収まり方、収め方をしたのかというと、殴り込みをかけた助五郎の方は音が目がないんですよ。じって取り名預かってますから。殴り込みをかけた方にとがめがなくて、気の毒なのが笹川方で、一家は離散。重蔵も教場持ちの旅に出ることになりました。ヤクザモンの旅、もちろんその物見遊山の旅もあります。男を磨くための旅もあります。重蔵のように役人の目から逃れる教場持ちの旅もある。で、昔のね、ヤクザモンという都政人というのはね、足が速かったそうですね。意外に知られてないでしょう。どのぐらい足が速いのかというとね、都政人の胸に傘を当てて歩くと落ちなかったという。少しは信じましょう、公爵氏の言うことを。これから重蔵お伊勢さんにお参りをした後、大和から紀州岸和田、泉州堺、そして大阪と巡ります。どこに行ってもその冷や飯の扱いは受けない。笹川の花街に集まってまいりました親分衆のその顔ぶれを見ても、重蔵どこに行きましても大親分の扱いを受けます。仁義応対、卒がないと、やはりその故郷坊主がだしで、人間というのはどうしてもふるさとが恋しくなる。ほとぼりも冷めたろうと、3年ぶりでこの重蔵が下総の国へ戻ってきた。で、一番最初にどこを訪ねたのかと申しますと、これが助五郎のところで、すごいですね。一番最初に自分の喧嘩相手のところを訪ねたってわけですから。若い者が表の格子を洗っている。後ろに立って、邪魔するぜ、助はいるがい。若い者が驚いた。長子の御陣屋からじって取り名を預かる二足のわらじで、56箇所の道取り貸し元、網持ち船持ち、この大親分の飯岡の助五郎を助と呼び捨てにして、誰だい、振り返ってみると笹川の重蔵、おお、こらどうも笹川の貸元さんじゃござんせんか。助はいるがい、お会いに様でございます。まだ暮れうちに調子の御陣屋からね、お役人が迎えに来て、親分出かけたっきりさ、いつ戻ってくるかそれが分かりませんで。留守かい、そりゃあいにくだった。じゃあことづてがある、受けたまわります。何でござんす、久しぶりにこの国へ戻ってきて、うちへの手土産を忘れちまった。だからな、3年前に俺がここに預けていったものをお土産に済むつもりだ。今度来る時までにそれを出して待っていろと、そう助の野郎に伝えてくれ。はあ、それよろしゅうございますけれどもね、3年前に手前どもに預けたものって何をお預けになられたんで、思いも知らねえのが。俺がここに預けたのは助五郎の傘の台だ。
妙なことをおっしゃいますね。傘、傘ってとこのかぶる傘、この傘の台、傘の台、あれ橋本、傘の台って言いますとこれ顔ということになりますが、俺が三年目にここに預けていったのは助五郎の白髪首だ。今度来る時までに首洗って待っていろと助の野郎にそう伝えろと言うと、そのまんま立ち去ってしまう。いや驚きました。若い者が奥に駆け込んで、おやぶん大変大変大変、この野郎家の中バタ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 かけるんじゃねえ、あしたなんだあのね、驚くってえと駆け出したくなる。妙な野郎だな。どうした、来ました。何来ました。回覧板か。そんなものが来たんじゃねえ、茂蔵が来ました。なんだってと言いや、助五郎も驚いて長巻き差しを手にいたしますと、そのまんま立ち上がったから、ちょい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 と待ってもね、来たことは来たんでございますけれどもね、もう帰りました。バカ野郎、それを先にどんな具合だと言う。それね、来て早々ね、助はいるかってんですよ。何、助はいるかって、え、大きな声で、助はいるか、助、スケスケ、スケはいるか。そんなに何度もスケと言いやがった。言ったのは一遍だけなんでね。あとはおまけ。こんなもんにおまけをつけるやつがあるか。ねえ、これはね、親分と会わしちゃいけねえだろうと思ったから、その暮れうちに調子の御仁やからお役人が迎えに来て、出かけたっきりいつ戻ってくるか、わかりません。そう言ってきました。おめえにしちゃ気が利いてるでござんしょ。お小遣いを頂戴をした。欲張ったことを言うんじゃねえ。それでどうした。で久しぶりにね、ここに戻ってきて、うちへのね、土産を忘れたってんですよ。だから3年目にここに預けていったものを土産にするから、今度来る時まで出して待ってろってこう言うんです。野郎が何を預けてったいうところね、わしも分かんないから聞いてみた。そしたらね、何をお預けてござんすかとこう聞いたらば、助五郎がかぶる傘の台だって言うんです。なんだそれ、半呪文みてえで分からん。でもよく分かる、よくよく形で考えてみると、傘ね、かぶる傘、この台、顔ね。だから茂蔵の言づというのは、俺が三年目にここに預けていったな、助五郎の白髪首だ。今度ここに来るまでに首洗って待っていろと言って、そのまんまスーッと立ち去った。いや惚れ惚れするような短歌で、何を感心してやる。たらいを持ってきますから首洗いますか。くだらねえこと言うんじゃねえよ。茂蔵が十一夜に戻ってきたというので、ちりぢりになっておりました子分たちもやがて集まってまいります。この教場持ちというのは、この家業箔がつきますから、助五郎に取られてしまった干潟八幡石の縄張りを取り返す。それだけではございません。八日市場から、横芝成田、四塚岩部尾身釜に至るまで、茂蔵縄張りを広げていきました。後夏4年の夏のことでございます。茂蔵竹という若い者を連れて大山にお参りをした。その帰り、江ノ島鎌倉ともう出て菅山に戻ってまいりましたのが7月の4日の夜のこと。途中篠宮の権太という自分の身内のところで一息入れようと、邪魔するぜ、権太いるかい。おお、こらどうも親分じゃござんせんか。今戻るでござんすか。いかがでございました。お山の方はお天道様に恵まれていいお山だった。帰りに江ノ島鎌倉と見物をしてきた。さいでござんすか。あ、およし、親分がお帰りだ。女房のおよしが、まあ親分お帰りなさいまし、竹さんもご苦労様。いや本当におよしさんご苦労だ。
いや、うちの親分の買い物好きには驚いた。あれが珍しいから買っていこう、あれも手土産にしてみようってんで、あの持ちきれねえから青竹にぶら下げてきたんだ。こんなにうちの親分が浪費家だとは思わなかった。くだらねえこと言うんじゃねえよ。俺はここで一息入れていくから、俺が帰ってきたことをうちの連中に伝えてくれ。ああ、さいどうなんですか、承知をいたしましたと言って竹が先に外へ出た。と、もしそこにおいでのお方、竹さんじゃありませんか、声をかけられて、菅山村の名主の平左衛門でございます。ほら、どうもお名主さん、どうなさいました。竹さん、その荷物はこれでございますが、これね、親分のお土産なん。おお、佐渡川の親分さんもお帰りで、今ね、篠宮の兄のところにいるんでございますけれどもね、あし、あの一足先にね、十一夜行って親分が帰ってきたってことを伝える。だけど親分の土産の持ちきれねえから、こうやってね、お竹にぶら下げてきて、介在行くというものは重たいもんでございますね。おお、佐渡川の親分さん、今篠宮の権太さんのところにおいでになられ、あ、これはどうもお宮しおとめして申し訳ございません。さあさあ、お行きなさいと、ここで竹と別れました。平左衛門、うちに駆け込みますと、そこにおりましたのが助五郎の身内の成田の人蔵に三浦屋孫次郎。どうして助五郎の身内がここにいるのかというと、この平左衛門という男、土地のお百姓衆の評判がバカに悪い。ですから評判のいい重蔵がかねてより目の上の小筆で、いいおこらだと手を結んでいる。成田の人蔵三浦屋孫次郎はここで笹川方の動きを探っていたわけでございます。成田の人蔵という人は、これ助五郎の子分というよりは弟分で、三浦屋孫次郎に至りましては、この人は助五郎の親類でございます。お二方、今重蔵が帰ってきて篠宮の権太のところにおります。おっつけ、十一夜に戻る、必ず白馬橋を通りましょう。待ち伏せをするのは今をおいて他にはございません。よく知らせてくれた。というと、二人竹槍を小脇に買い込んで、バラバラと外に飛び出した。あ、およしおよし、いやいや、ああ、もう魚はいらねえ。俺はどうも魚があると酒がまずくなる性分で、いやいや、この漬物だけあれは十分だ。ああ、だがな、ゴン太、よく世間でついで参りというのをしちゃいけねえというけれども、俺たちの家業だけは勘弁してもらおうじゃねえか。なあ、草場の梅雨は、明日になりゃ消えようが、俺たちはその梅雨よりも儚い命だ。ついで参りも勘弁してもらおう。いけませんね、親分ね、どうも湿っぽい陰気な酒になりました。いやいや、俺たちはな、いつどこで何があってもおかしくない、その覚悟だけは固めておかなきゃならねえということを言ってるのさ。旅の帰りに進め上手に進められてうめえ酒を飲んだ。これが教場持ちの旅になるとこうはいかねえ。あ、帰ることにしよう。お送りをいたします。女子供じゃあるめえし、一人で帰るよ。あのね、親分ね、あなた女子供じゃねえんだね、あなた笹川の重蔵なんだ。笹川の重蔵だからお送りをすると、こう言っておりましたよ。いいよいいよ、ほてったこの顔を風に当てながら菅山の土手をぶらっかぶらっか帰ることにする。こう言って重蔵が外に出ましたのが四つ半と申しますから、ただいまの午後の11時で、
この日はまた恐ろしく蒸し暑い一日だったそうです。11夜まで帰る。その途中、白橋と言われているところがございます。白というのは伺いましたらば土地の言葉なんだそうです。山崩れのことを言う。で、この橋の両岸、赤土がいつも崩れているところから白橋と言われるようになった。白橋の手前に二抱えほどの大えのきがございまして、この前に重蔵が差し掛かりました時にガサガサという外れの音が聞こえたかと思うと、飛び出してまいりましたのが成田の人蔵。重蔵、命はもらったというといきなり切りつけてまいります。これを重蔵がガキッと受けた、この弾みで腎臓を持っておりました長脇差しをポロッと取り落としてしまった。これを見た重蔵が一歩踏んごもうとしたけれども、長旅の帰りですからわらじの紐がすっかりと弱っていた。プツッとこの紐が切れたから思わず前にのめを打った。そこへ三浦山小次郎が出てまいります。やろうと突き出しました。この竹槍が重蔵の左の脇へタッタッタッとたたらを踏んでよろめく。この間に長脇差しを再び手にいたしました成田の人蔵が重蔵の左の肩口に切りつける。馬乗りになりましてこの首をはねました。この首を持って助五郎のところへ、おや、見てやってくんねえ。重蔵の首を取ってはいりました。何、うん、ちげえねえ。死顔というのは生きている時の皮と違って見えるというが、これは間違いなく重蔵だ。やい重蔵、てめえ俺に盾ばかりついてきやがって、ざまあねえと言ったらあらしねえや。まん、俺重蔵の首を沖へ持っていけ、魚の餌にしてくれろ。カーペン青タンをはっかけたかと思うと、これをポーンと蹴りました。この重蔵の首が三浦山小次郎の胸に当たって、ずるずるっと下に落ちます。これを孫次郎しっかりと抱えて、親分お願いがございます。なんだ、この笹川のお頭元のお首、手前が頂戴してもよろしゅうございましょう。いいともいいとも、お前が取ってきた首だ、好きだようにしろ。漬物をつけるおもしにでもするか。それからもう一つお願いがございます。小出しに言うんじゃねえ、いっぺんに言え。何だ、ほかでもござんせん、強行限り親分子分の縁を切っていただきます。何だって、親分、いや助五郎殿、あなたというお方はつくづく情けねえお方だ。いくら敵同士とは言いながら死んでしまえば仏様、仏のために弔いを出してやるというのが人の道でございましょう。あっしはね、昔旅回りの講釈師の三河呉服土来て講釈を聞いたことがある。それによると、天目山に討ち死にをした武田勝頼公のお首を前にして、権現様、家康公はポロ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 と涙をこぼしながら、おことの親父殿信玄公にこの家康は軍学を学ばせていただきましたと言って、お手ずからこの首を洗った。
それを見ていた武田の残党は権現様の徳を慕って残らず徳川に随心をした。権現様もこの人たちを甲斐の源氏と言って別格に扱ったそうだ。このお首を見て重蔵殿、変わり果てた姿におなりなすったと言って涙も流してやれば、それだけであなたの男は上がりましょう。それが物も言えなくなった首に向かってさんざっぱらどぐづいた、その挙句お気に持っていけ魚の餌にしてくれろとはなんて言い草だ。この孫次郎、あなたに愛想をこそも尽き果てはしてございます。このお首を十一夜にお届けをいたしますと、孫次郎が改めてこの重蔵の組を油紙と風呂敷に包みました。一方の笹川十一夜、親分が帰ってこない。そのうちに白橋で首のない死体が見つかったという話が飛び込んできた。さては親分ではなかろうかと駆けつけてみると、着ていた着物と、それからこの重蔵という人は子供の頃遊んでいて怪我をして足の傷が残ってる。この足の傷で間違いがない、これが親分重蔵ということが分かります。首のない銅柄を十一夜に運んで、あれだ、みんな勘弁してくれ、俺みてえな男でも親分をお送りすりゃこんなことにはならなかったんだ。親分の敵、俺はこれからいいお方に切り込みをかけると、篠宮の権太が一人で飛び出そうとする。その後ろから待て待て待てと羽交い締めに止めているのが清滝の先氏で、殴り込みをかける時はみんな一緒だ、しばらく待てと言っているところに、ごめんのすっておんない孫次郎はやってくる。何、三浦屋が来やがったのと、どの面下げてやってきたと一同がバタバタと表に向かって駆け出そうとする。待て待て待て、大手を広げてこれを止めましたのが清滝の先氏で、いいか、三浦屋のお人は一人でやってきた、一人でここに来たということは命を捨てている何よりの証だ。命を捨てている男の話は聞いてやれ、聞くだけは聞いてやれ。三浦屋をここに連れてこい。孫次郎が案内をされて、長脇差しの柄頭を後ろに、刃を下に右手に持ちます。これが手向かいはいたしません、喧嘩に来たわけではございませんということを形で示している。廊下の敷居越しに離れたところにこの長脇差しを置いて、姉さん、ご一等様、手前と成田の人造で待ち伏せをして、その待ち伏せの挙句、笹川のお貸し元のお首を頂戴をいたしました。鬼と恐れられた笹川のお貸し元も変わり果てた姿と相なりました。このお首を持って手前ども親分助五郎のところに参りましたところ、こうこうしかじか、物が言えなくなった首に向かって悪行増言、果ては沖へ持っていけ魚の餌にしてくれろ、いかに長い間世話になりました親分とは言いながら
この三浦屋、愛想もこそも尽き果てましてございます。こうしてお首をお持ちいたしました。どうぞ皆様方、立派な弔いを出していただきましょうと言っている。この野郎、ふざけたことを抜かすんじゃねえと一同がバタバタと立ち上がって、皆様方のお怒りは重々ごもっとも、お好きなようにしていただきましょう。一寸試し五分刻み、骨は骨、肉は肉と切り分けていただきます。この三浦屋孫次郎、逃げも隠れもいたしませんというと、両手を膝の上に乗せ、両眼を軽く閉じて覚悟の手、これから八つ裂きにされるという見事な覚悟でございます。姉さん、このおさわりはあっしにつけさせていただきます。佐吉、好きなようにするがいい。ありがとう存じます。さあみんな、そこへ座れ。いつまでも突っ立ってるんじゃねえ、さっさと座れ。いいか、この三浦屋のお人は親分との縁を切ってまでもこうしてうちの親分の首を届けてくれた。命を捨ててやってきた。これで俺は三浦屋の人に対する恨みは消えたと思っている。今一ノ関の忍の樫本のところに言っておられる聖力の兄貴もここにいたらば、おそらくは俺と同じことを言うだろうと思う。俺たちの仇は何と言ってもいいよが助五郎だ。三浦屋のお人じゃねえ。くれぐれもそこを間違えるんじゃねえぞ。三浦屋の、聞いての通りだ。けんな。じゃあ俺を許してくれるのか。わからねえ野郎だな。俺の気が変わらねえうちにとっとと帰れ。すまねえ、捨てた命を拾わせてもらった。すまねえ。三浦へいきなり懐から合口を取り出しますと、己の元取りはプスーンと切り落として、こうなったら旅に出て行き当たりばったとともに草まぐら、うちは太鼓を叩きながら笹川のお菓子元の菩提を弔わせてもらう。そのまんまその場から立ち去り、以来この三浦屋孫次郎は渡世人の間に一切顔を出さなかったと申します。この重蔵は坊内原という共同墓地に埋められて、明治3年女房のお豊がこの重蔵のために石碑を建てたということでございます。天保水滸伝の中より、三浦屋孫次郎の義経という一席で本日はお開きです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。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 